はい、こんにちは。ね、新生活も始まってね、なかなか食事のバランスとかね、いろいろ問題があると思うんですけど、今日は、ミキュニ流ダイエット飯、納豆ガレットでございます。皆さん、納豆でございます。納豆、私の大好きな、ね、腸をね、活発にしてくれる、フランス語でですね、ガレット・ドゥ・納豆、ガレット・ドゥ・納豆というね、フランス人が大好きそうな、フランス人はね、納豆とかね、おしんこはね、結構ね、苦手なんですよね。では、材料です。はい、材料、それではね、私の大好きな小粒納豆、塩昆布、トマト、新玉ねぎのみじん切り、オリーブオイル、そしてね、あまりご飯でございます。卵、今日はね、ギャバンのバジリコを少し使います。フレッシュがあればフレッシュを使ってください。そしてオリーブオイルと最後に、鰹節です。以上です。はい、それではですね、皆さんね、卵かけご飯の要領で、まず納豆ね、納豆はね、フランス人とかね、なかなか匂いがね、塩昆布、トマトはそのまま四角く切っております。そして新玉ねぎ、これはもうそのまま、生です。そしてオリーブオイル、これをね、混ぜ混ぜ、ここは卵かけご飯のように粘りを出しておきます。よく混ぜてくださいね。これ割り箸がね、割り箸が都合がいいです。割り箸はね、こう、なんていうんですか、ちょっと混ざりづらくね、混ざりづらいので適当にいいんですね。はい、はい、粘りが出ましたね。そうしましたら、これは後でぶっかけ用なので、このまま冷蔵庫に入れておきます。次にですね、余りご飯を、ちょっとね、固まってますので、ちょっとほぐしてあげます。そして真ん中に生卵を入れて、殻気をつけてくださいね。そしてバジリコのパウダー、ちょっと多めです。これをね、よく YouTube でね、僕究極の三國シェフの卵混ぜご飯っていうのをやりましたので、もうそれはね、めちゃめちゃこう泡立てるんですね。で、ムースのようにしてね、いただくっていうのがね、ぜひ、見てみてください。はい、ね、これも割り箸でね、こうやってよーく混ぜて、はい、よく混ざりましたね。よく混ざりましたら、これを焼き上げます。はい、最初強火でオリーブオイルを入れて、ちょっと温めます。温めましたら、そこに先ほどのよく混ぜたね、よく混ぜたって言ってかなりいい加減感じで、このいい加減なのがね、皆さん三國シェフの特徴でございます。いい加減でございます。そうしましたらね、ガレットを焼く要領で広げていただいてね、で、今強火ですけども、中火にします。はい、中火にします。中火にして、ガレットの要領でこうやってね、これ形を丸くしていきます。はい、何回かひっくり返します。よっ、わあ、崩れました、崩れました、崩れましたが大丈夫、崩れましたが、こうやってね、押して形に、これ中に卵が皆さん入ってますので、結構ね、
まあ、あの火がね中火で、弱火だとねあのカリッとは上がりませんので、最後強火でねカリッと焼き色をつけてもいいと思うんですけど、ね、こう滑っても全然平気です。こう形をねゴムベラで取って、で表面はねこうカリッカリに焼き上げます。はい、これで2分ぐらいですが、もう一回またひっくり返します。よっ、わー今度は成功しました。なんかプロっぽいですね皆さんあんまりあの冒険しないで、あの一回なんかあのこういうのにこうね、こういうのにこう一回こう移して、移して反対にして、こういうね、こうすると安全牌でございます。はい、大体3分ぐらい経ちましたので、もう一回よっ、はい、最後ちょっとね強火にして焼き色ね、強火にして最後焼き色をちょっとつけます。はい、強火にしてよっ、おー来ました、いい感じですね。そうしましたら、盛り付けます。もうダイレクトにお皿、よいしょはめてみましょう。そうしましたら先ほどのよく混ぜておいた納豆をどさっとたっぷり、これはね、胃腸の調子も良くなること間違いなしでございます。で最後に、かつお節をたっぷり振ります。よいしょ、はい、三国流ダイエットご飯納豆ガレットの出来上がりです。納豆ガレット、ね、世にも不思議な、納豆ガレットですよね新年度ね引っ越しとかでなかなか食事がねちゃんとできない方にこう腸内健康を維持するということで納豆ガレット行ってみたいと思います。これねナイフで下をちょっとね食べやすく皆さんまずカットしていただいて、それからよいしょ、具材をねたっぷりのけたいんですよね。はい、はあ、いい感じですね。いってみたいと思います。うん、うん、うん、なんと表現してなんと表現していいのか分かりませんが、うまいです。このね、このトマトとね、トマトと和えたっていう感じがね、うん、これならひょっとしてフランス人もね、うん、いけるかも。なかなか具だと思います。はい、今日会えるスパークリングっていうんですってね、カミツという日本酒でございます。山梨の北斗市はね、日本酒の発泡酒を作ったということでね、すごいですね。今すごいですね、日本酒ね、こういうのがどん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 作られてて、いただいてみたいと思います。あ、
ムロンのね、メロンの香りが爽やかに、うん、全然日本酒とは思えないあの、ね、スパークリングのようなお飲み物で、これと納豆ガレット、もうちょっと納豆好きとして納豆たっぷり乗っけてスプーンでね、うん、なかなか口の中がフレンチとイタリアンと、日本になってなんかぐじゅ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 、あの不思議な感じですけど、これなんかね盛り上がると思いますよ皆さんね、バズってほしいんですけども、あのぜひトライしてね、あの珍しい日本イタリーフレンチの、リゾットをね召し上がってみてください。グーです。